はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。本日は2024年の6月2日日曜日ですね。今日は今から東京ディズニーシーの朝のエントランスの様子をご紹介していきたいと思います。あくまでもジョマジの予想ですけれども、今日はね多分ディズニーシー結構混んでると思います。というのはですね、今現在ファンタジースプリングスのスニーク行われておりまして、今日も今のところねやる予定になってますので、多分スニーク狙いでかなりの人数来てると思いますので、今後ですねファンタジースプリングスオープンした時とね多分同じぐらいの人数来ると思いますので、ぜひですね今日の映像を参考にしてみてください。それではですね早速ディズニーシーのエントランスの方に行きましょう。はい、7時26分です。ディズニーシーのエントランス着きました。自転車の数がすごいですね。コロナ前の年パスがあった時ぐらいの人数に見えます。まあ、これはやはりスニーク狙いでね、近隣の方が来てるからではないでしょうか。最近はやはりなんといってもファンタジースプリングスのスニーク狙いでね、ディズニーシーめちゃくちゃ混んでますので、お気をつけください。で、6月6日から本格的にオープンするわけですからね、おそらくもっと混むと思いますので、今日プラスアルファだと思った方がいいと思います。6月6日以降で、あと東京ディズニーシーの気をつけるところは、最近パークオープン時間がめちゃくちゃ早くなりました。5月28日のねスニークの時から8時オープンになってます。ハッピーエントリーが8時オープンで、一般入場が8時15分オープンになってますので、その5月27まではね9時オープンだったんですが、もう一気にね45分ほどオープン時間早くなりましたので、そこは気をつけた方がいいと思います。まあ、実際にほぼ毎日ディズニーシーとかランドのエントランスの様子見に来てるんですけれども、もう9時オープンだと思ってね来てる方めちゃくちゃ多いですからね。もう9時だと思って来たら、もう実は8時からオープンしてますから、アトラクションとかはねもうすでに100分待ちとかね余裕で行っちゃってるので、まあ、そこは本当に気をつけた方がいいと思います。7時28分のノース側ですね、もうすでにエントランスの半分超えてるでしょうか。まあ、実質もうパークオープンまであと30分しかないので、このぐらいかもしれませんね。ただ並んでる方の多分半分ぐらいは今日8時45分とか9時オープンだと思って並んでる方が多いと思います。はい、ノース側今上から覗いてます。まあ、一見こう見ると前回ご紹介した5月下旬よりは空いてるように見えるんですけれども、5月下旬とちょっと違うのはですね、ここの横から横までかなりぎゅうぎゅうに詰めてますね。前回の見て分かると思うんですけれども、ここのね間隙間がありまして、2列にこんな感じで並ばさせてましたね。でも今回はぎゅうぎゅうですから、まあ実際5月下旬より人数は多いんじゃないでしょうかね。まあ、やはりスニーク狙いで来てる方はめっちゃいると思いますので、もちろんね5月下旬よりは混んでると思います。で、東京ディズニーシーの攻略法としましては、こっちがノースで逆側がサウス側なんですけれども、基本的にこっちのノース側の方が混みますのでお気をつけください。で、なぜかというとですね、こっち側に基本的にねホテル施設とかあとは交通手段が揃ってますので、絶対こっちの方が混んじゃうんですよね。例えばバス停がありますし、タクシー乗り場、駐輪場で、舞浜駅もこっちですよね。で、アンバサダーホテル、ミラコスター、ディズニーランドホテル、セレブレーションホテル、もう全てのホテルこっち側ですから入り口、なのでやはりこちらの方が混んでしまうのは分かると思います。で、逆にですね、向こうのサウス側は駐車場を使う方が並ぶ形ですね。まあ、あとはリゾートラインのキャストがちょくちょく向こうのサウス側案内しますので、まあ、その案内されたゲストが並ぶ形となるんですけれども、まあ、リゾートラインのキャストがね向こう案内するってことは、やはりサウス側の方が空いてるということですので、こっちのねノースじゃなくてサウスに並んだ方がいいと思います。で、あとこちらノース側で気をつけるべきことは、ハッピーエントリーの列がですねこちらノース側にしかございませんのでお気をつけください。今こっち後ろに並んでるんですけどね、向こうのサウス側に行ってもこのハッピーエントリーの方の入り口ありませんので、まあ、でもミラコスタのね入り口ここですから、まあ、問題ないとは思うんですけれども、まあ、もし向こうに並ぼうかなと思っている方は気をつけてください。7時35分です。今サウス側にやってきたんですけれども、トイレの列がなんとリゾートライン超えてましたね。この列並ぶんだったらミラコスタ行っちゃった方がいいんじゃないでしょうかね。そしたら今からサウスの様子見るんですけれども、
やっぱりね、リゾートラインのキャストがこっちに案内してるので、結構歩いてる方多いですよね。まあ、でもキャストがこっちを案内してるということは、こちら側の方が空いてるという証拠ですので、やっぱサウス側の方が空いてると思って来た方がいいと思います。こちらサウス側はまだエントランスの半分全然来てないですね。向こうのノース側はもう完全に半分超えてましたが、こっちはそうでもないですね。やはりサウス側の方が空いてるように見えます。まあ、リゾラのゲストがねこっちにめっちゃ来てますから、まあ、そこまでの差はないと思いますけれども、でも10メートルぐらいは差があるかと思います。はい、今7時42分です。ノース側ですね。今上に上がってきたんですけれども、こちらサウス側はまだ半分行ってません。エントランスの真ん中よりちょっと前ぐらいですね。でこのまますぐノース側行ってみますので、ちょっと比べてみてくださいね。多分こっちの方が空いてると思います。7時45分です。ノース側です。明らかやはりノース側の方が混んでるのが分かると思います。ノース側の最後尾はここら辺ですね。なので後ろの柵からこのぐらいしか差がないということですね。サウス側はまだ半分より前ぐらいでしたので、まあ、この辺でしょうかね。この辺、はい、なのでまあ、ノース側とサウス側で多分20メートルぐらい差はできていると思います。ですのでこちらノース側じゃなくて向こうのねサウス側に並ぶっていうのはこれでよく分かったんじゃないでしょうか。もう何年もねこちらのノース側の方が基本的に混みますのでね、これはもうずっと昔からそうですから、ぜひ参考にしてください。東京ディズニーシーの攻略法はねこのぐらいしかないんですよ。ノースとサウスに並ぶ方を気をつけるっていうぐらいしかないので、まあ、そこだけよく覚えておいてください。でちなみに、まあ、土日はねそんなに修学旅行生いないんで別に大丈夫だと思うんですけれども、一応今現在修学旅行シーズンですので、平日とかに来られる方は特に要注意ですね。まあ、休日もいるんですけれども、ちょっとは平日になるとですね、その修学旅行生たちがもう数十人規模でグループで来ますのでね、なので一気にねその修学旅行生のところだけ行列が伸びちゃったりとか、したりですね、まあ、あとは10時頃ですかね、パークオープン後ぐらいに一気に来ますので、まあ、極力早めに来た方がもちろんいいんですけれども、その修学旅行生たちと被っちゃうと持ち物検査のですね列がもう一気にね伸びちゃったり、あと待ち時間もね増えてしまったりということが多々ありますので、最近の修学旅行シーズンの怖いところはそこですね。もうガラガラだったのに一気に100人規模ぐらいで並んじゃうから急に大行列になることがあるってことです。はい、8時26分です。サウス側もうねパークはオープンしております。もうやっぱ今リゾートラインに乗ってたんですけれども、やっぱりねこのパークオープン時間知らない方いっぱいいるみたいですね。もうリゾートラインから見てた方がね、あれもうパークオープンしてるんじゃねーとか言ってた方いましたね。なので気をつけてください。最近はですね8時オープンでございます。そしてやはりノース側のが混んでますね。ノース側はまだエントランスの真ん中ぐらいでしょうか。サウスに比べると混んでます。はい、ということで、絶対ねサウス側に並んでください。それだけで10分ぐらいねパークの中入れる時間変わります。まもなく東京ディズニーシーステーションです。お出口は左側です。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今現在のですねディズニーシーのエントランスの様子でした。今日ちなみにねディズニーランドも同時で見てるんですけれども、やっぱりねランドよりシーの方が圧倒的に混んでますね。ファンタジースプリングスのスニーク目当てで来てる方がそれだけ多いのかなと思いますので、まあ、今後ですねもしかしたらディズニーランドよりディズニーシーの方がね逆転してくる可能性ありますから、まあ、今日の映像かなりね参考になると思いますのでよく見てくださいね。はい、ということで今日はですねこれで終わりにしたいと思います。ちなみにディズニーランドの方も今日は同時進行で見てますので、昨日投稿してると思いますからね、ぜひディズニーランドの方気になる方はそちらの映像の方をご覧ください。
では終わりにしましょう。ジョマジでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白い参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。さらに特別な生放送が見たい方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それでは次の映像でお会いしましょう。ジョマジでした。バイバイ。